皆さんこんにちは、伊藤商事の伊藤です。今日は呉市本土川から、飛島街道をずっとドライブして、はい、はい、ありがとうございます。輸入雑貨店店長の西町、先に見えるのがさっき渡った秋灘大橋ですね。なんで車いないんでしょうね。ここらに入ってみましょうか。ここでね、ちょっとね、一服して先に進みますね。釣り人かな、多分ね。よし。この辺りに止めますね。ここでこの辺か。はい、到着。よし、よし。ここでね、ちょっとコーヒー飲んでね、先に行きますね。ちょっとビアレッティね。で、これはスターバックスのあのコーヒーのパックね。これ水で、これがバーナーテープ、これネパールで作ったウッドカップ、ガスと、今日はガスを忘れずに持ってきました。コーヒーのね、粉も持ってきたんですけどね、途中で気が変わってね、あのスターバックスのパックも持ってきたんで、ドリップのパックも持ってきたんで、あれで飲んで、コーヒー休憩して出発します。こんな水こぼれてるわ、で、まずテーブルをセットしてバーナーをセットしますね。よいしょ。今日行くね、御手洗地区っていうのはね、あの歴史が残ってる、なんか尾道みたいな、尾道っていうのは皆さんご存知でしょうけど、御手洗地区もね、そういう古い町並みが残ってる、いつだったかちょっと前にね、日本遺産に認定されてる町なんですよ。で、行ってみたいなとは思ってたんですけど、
なんか遠いイメージがあってね、敬遠してたんですけど、伊藤商事のお客様がね、伊藤さん全然遠いないよって言われるんで、改めて調べてみるとね、そんな遠くもなくてね、伊藤商事から1時間半くらいなんですよね。でお天気もいいし、これビアレッティ今日はね、 お湯を沸かすだけだから粉は入れずに沸かして、チタンのカップに入れて、それをさらにウッドカップに入れます。そうするとね、温め直すのも簡単だしね、まあそんな手間かけずともいい気もするけど、まあウッドカップがね使いたかったんです。で、それであれですよ、今日行こうとしているね、御手洗っていうとこはね、江戸時代ぐらいから発展したっていうのもおかしいに栄えた港町なんですよね。それまではね、船は海岸線沿いに走ってたらしいんですけど、だんだん船が 大型化してくると、より早く着こうと運航したいということで、沖合をね走るようになって、ちょうどいいところがその御手洗地区いうとこだったらしいんですよ。ちょうど潮待ちとか風待ちにいい地形だったらしいんですよね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見て気晴らしになったと思われたら、高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。この動画の続き、歴史の見える御手洗編では、日本遺産に選定されている御手洗の町を歩きます。そして御手洗で生まれた中村春吉の石碑を確認します。中村春吉は日本で初めて自転車で世界一周無線旅行をした冒険家です。
そのため現在ではサイクリストの聖地になっています。店長はサイクリストではありませんが、すごいなと共感するみたいなので石碑を確認したいようです。そして店長の家に伝わる古い振り子時計の修理をお願いしようと思っているようなので、時計屋さんを訪ねたいようです。最後に御手洗の街が一望できる歴史の見える丘公園へ登るらしいです。歴史巡りの御手洗編もぜひご視聴くださいませ。